はい、どうもたくみです。プロスペースやっていきたいと思います。ということで今回は、ついにラストでございます。2017ベストナイン&タイトルホルダーセレクション第3弾ということで、こちらをね30連引いていきたいと思います。で、今回の選手が柳田選手、東山選手、澤手選手、浅村選手、源田選手、則本選手、田中選手、鈴木選手、マテオ選手、宮崎選手、桑原選手、小林選手ということで、まあちょっと一応狙い行ってきましょうか。まあ、柳田選手2600の、セレクションかな持ってるんですけど、まあ2700になってるんで、まあここは当然狙いたいところです。で、東山選手も、私立持ってるんですけど、まあ欲しいですと。で、澤手選手は去年のタイトルホルダーかな、持ってるので、まあここも当然欲しいと。で、浅村選手はまあ持ってないし原突も進まないんで、まあどっちでもいいかなっていう感じだけど、そうだね、でも中村拓也選手より能力は高いので、まあただ弾道はね砲弾道だよね。うん、あ、でも一応サードもできるんだ。じゃあまあ一応ここでもありなのかなとは思うけど、まあ原突ちょっと進まないんでそこだけかな。まあコーチ使えばまあいいかなっていう感じ。源田選手はちょっと、まあいいかなっていう感じかな。ショート坂本選手持ってるから、まあただ私立は持ってないから、まあそういう点ではいいかもしれないけど、原突ここもしなきゃなっていう感じでね、ですね、出たら。で、則本選手、これはね、去年のアニバーサリーかな、結構昔のやつなんですけど、持っていて、原突4回までできて、中継ぎできるよね、できるんで、ちょっと中継ぎで使いたいなっていうので欲しいです。まあ先発でもいいかなっていう感じですけど。で、田中選手と、田中選手はね、前まで A ランク持ってたんだけど、ちょっと使っちゃったかな。で、鈴木誠也選手は、A ランク6枚ぐらい持ってるんで、称号もつけれるんで、普通に欲しいですね。で、マテオ選手と、最近なんか A ランクめっちゃ出てて4枚ぐらいあるんで、まあワンチャンありかなと思うけど、9位80位いかないからちょっときついかなっていうところ出ても、はい。で、宮崎選手は原突2回で持ってるかな。まあでもそんなにかな。まあでもサードがね、格安選手がいなくなっちゃうから、シルエットで、まあ使ってもいいんだけど、そのままシルエットでね、まあ、変えたいなってなった時にちょっと欲しいかなっていうところで、桑原選手はまあ外野はちょっとたくさん結構いるので、もういいかなっていう感じかな。小林選手の方に関しても、城島選手いるんでいいかな。はい、まあそんな感じですかね。とりあえずまあ狙いが引けたらいいかな。ソフトバンク3選手はまあ欲しいかな、うん、欲しいです。今のところね、第1弾第2弾第3弾すべて第3弾違うか第1弾第2弾は30連の方は両方ねソフトバンクの選手が出てるんで、まあ、この流れでいったらまあいい引きができるかもしれないよっていう感じ。さあ10連目は何もなしと。いや、 S ランク複数枚引きたいね。うん、お、吉田選手、これは OKOK。称号がね、まだ同値にできてないので称号はつけれるという点でありかなと思います。これはでかいね。そう、結構ね大谷選手とかね、もう同値、うっ、おい、ランクか、びっくりした。そう、大谷選手とかね、シレットで外すってなると同値がねいなくなっちゃうんで、うん、加計選手も同値だし、ちょっとねいろいろ同値作っていかなきゃいけないというところで、称号頑張りたいなっていう感じなんですよね。はい、行きましょう。まあそういう点で言ったら鈴木誠也選手とかね、同値狙えるし欲しいかなっていう感じですね。まあただカープ枠で言ったら前回菊池選手出たし、まあどうだろうっていうところですかね。さあ20連安ランクなしかな。まあ最後30連目にかけるっていう感じですかね。まあ、あとは中継ぎ普通に欲しいから、則本選手とかね全然ありなんですけどね。澤手選手でもいいか。まあ澤手選手でもシルエットミキサーで狙おうと思えば狙えるんですよ。なんだっけ、マーティン選手かが、シルエットミキサーかけれるので、そこで、まあ、抑えで確か引けたはずなんで、まあ、そこで狙えればいいんですけど、まあ、引けなかった時のためっていうので、ここで欲しいかな。スピリッツも2700だしね。さあ行きましょう、ドン。いやでもまあ一応俺の球場飯が今回イベントで来てて、それの累計もね、まあ今回もあるので、まあ、そっちでもね引けたらいいかなって感じなんですけど。お、宮崎選手、これ、原突できるね。これ、このまま出てもありかな。ありだね。普通に。さあ。いやー、頼むよ。さあ、ここで来る ?S ランク。ああ、まあ。結構 A ランク出てんじゃない今回。さあ、頼む。お願いします。さあ。ラスト。いくよ。S ランク。ベスト9。ドン。おし。よし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 。則本選手ね、ありがとうございますっていう感じですね。はい、
これは普通に嬉しいね。あの宮崎選手も原突進むじゃないですか。原突3回かな、まあコーチちょっと使ってもいいんで、まあ、そしたら極みにできるし、まあもし掛布選手をシルエットミキサーかけるとしたら宮崎選手にしようかなとか思ってるんで OK かな。則本選手は原突というか継承かな。前のアニバが多分4回だったと思うんで、こっちかちょっと見てみましょうか。前のアニバが、あ、いたいた、あ、こっちか、こっち、はい、則本選手ね、4回出るので、まあ、ここ継承させようかなと思います。いや、いいね。うん、ちょっと球種とかどんな感じに変わってんだろう。あ、高速シンカーなくなってるね。まあ、ただスライダーが B になってフォーク A になってっていう感じだね。球種は何減ったのか。あ、減ってはないね。球種は減ってはない。縦スラも B、 まあ球種減ってないんで、まあ球種稼ぎにも使えるし、まあ先発は中継ぎ、まあで多分中継ぎかな。いやでも先発か中継ぎかどっちか、まあには使います。抑えっていうのはまあないかなっていう感じなんですけど、まあでも中継ぎかな。うん、まあいろいろ考えてみてどっちにしようかなっていう感じですかね。まあまだ俺の球場飯あるので、そっちの方でもね、累計手に入れたら契約書引こうかなと思います。まあ、今回はね、第1弾第2弾引いてきたんですけど、30連ね、今回は30連では一番の引きだったのかなと思います。今まではね狙い引けてなかったんで、今回狙い引けたんで良かったかなと思います。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね30連の結果ぜひぜひコメント欄に書いていってください。ということで以上、たくみでした。じゃあね。